はいどうもこんにちは、岩佐スティーバンです。一番くじジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドイズアンブレイカブル、50枚引いた結果を以前報告しましたけど、あれからね、いい残り方してるお店ないかなと探しまして、その結果なんとなかった。いい残り方しているお店はなかった。扱ってるお店に電話してみたんだけど、もう日曜日の段階で大体なかったね。ちょいちょい残ってるところもあったんだけど、いやー、50枚引いた後っていうことを考えると、厳しいなっていうところが多かったんで、日曜日経て月曜日もまあいろいろ探してみたけど、残念ながらですね、2日3日ぐらいでもう大体終わっちゃいましたね。結局ラストワン賞ゲットできなくて残念っていうのはあるんだけど、いやー、ジョジョもまだまだ人気だなって、嬉しいところも正直ありますね。ってことでフィギュアに関しては結局更新はないんですけど、まあ前回当てたね、上位賞のフィギュアたちを紹介していきましょう。というわけで、まずは A 賞、東方丈介。開封自体は結果報告の方でやってるんで開封済み。丈介は主人公なんで、まあ割とフィギュア化には恵まれてるんだけど、このダッシュポーズっていうチョイスがいいね。いわゆるジョジョ立ちじゃないっていうパターンがなかなか新鮮ですね。ポーズの元になってるのがハーベスト戦。原作ではシゲチーのハーベストの扉絵で使われていて、アニメの方でもハーベスト戦のアイキャッチ明けに使われていましたね。劇中再現ポーズパターン。見ての通りダッシュしていて片足しか地面についていないんで、自立なんてできるわけがないんで台座は必須ですね。おかげでなかなか躍動感のある瞬間を切り取っていますよ。ってことで、まずお顔の方だけど、すげえ形相。緊迫感のあるこの目ひんむいてる感じがより強調されてる。そりゃまあ500万確定してる宝くじを追いかけてるわけだからね。主人公らしからぬすげえ形相。目の大きさが左右で違っていて、眉毛の角度もすげえな。左顔の方へえげつねえ釣り上がってる。口もイーッとしていて、唇なんかも結構しっかりしてるね。髪型は安定のリーゼント。横から見ても顔すげえな。耳には小さいながらもピアスがついていて、特徴的な襟足なんかも再現。髪の毛もこの独特なボコボコした形状になっていて、縁のあたりとかシャドウが吹かれていますね。ぐるっと後ろから見ると、この中心に集まっていくのは毛の流れ。丈介の素敵なヘアスタイルが存分に再現されている。で、上半身、この左手の形ね、このすくい上げるような形も元ネタ通り、指の形なんかもだいぶ細かいね。学ランの方も安定の再現度。相変わらずどういう構造になってるのか分かんないけど、胸の真ん中のところでベロンとめくれていて、装飾でピースマークだったりハートが入ってる。ゴールドの質感もなかなかメタリックでいいね。爪襟のところにはダブルハートと船の怒りのようなアクセサリー。ゴールドかつ立体感があって素晴らしい。襟の裏地の方もホワイトになっていて、首造形もいいね。肌も若干シャドウが吹かれていて凹凸がよく出ている。ざっくり開いている胸部の向こうに見える黄色いインナー。ジッパーが2つ通っていて、金具だったり通り道なんかもしっかりゴールド塗装。シワ造形によってなんとなく肉体感もわかるね。丈介はそこまでムキムキマッチョって感じじゃないけど、しっかり筋肉はついている。腕周りも結構ピッチリしていて、ガタイがいいね。やっぱりシワ造形素晴らしいし、二の腕のこの筋肉の感じもよく出ている。肩の盛り上がり方もいかにもジョジョって感じ。下ろしてる方の手はゆるーくピース。手のひらのシワ造形とか爪の方もちょっと薄めに塗られていますから、造形も塗り分けもグレート。手首にはゴールドの輪っこ。胸部の装飾と比べるとだいぶオレンジが強いね。同じゴールド系統でも部位によって色味を変えている。で、腰周りボタンがだいぶ密集してるね。胴体もこう走ってるから若干こうひねりが加わってるようなシワ造形。裾が長めの学ランのほんとシワがいい。僕はもう大体ポーズ固定フィギュアに関してはシワを楽しんでますからね。凹凸に合わせてシャドウなんかも吹かれている。ぐるっと後ろ姿。背中はちょっと前傾姿だから丸まった感じになっていて、こっちもひねりが分かるようなシワ造形。裾に関してはそこまでバサバサ躍動していなくて、若干密着してる感じもいいね。で、下半身ズボンというかボンタンっていうのかな。上半身と打って変わってだいぶダボっとしている。それがゆえにシワなんかもたくさん入ってるわ。たまらんね。ダッシュしてるんで膝曲げてる方、すごいなんか作画が荒木先生っぽい。すごい荒木先生だなっていう感じのシワ作画。靴の方はちょっとツヤの入ってる濃い紫色で、靴の方は若干光沢が入ってる濃い紫色。チラッと縦筋の入ったグリーンの靴下が見えてるね。ハンティングの回で言っていたかな、靴がバリーで、靴下がミスタージュンコっていうブランドのやつを確か履いているんだったかな。ジョジョキャラって割と石田純一ばりに素足に靴履くからね。丈介は明確に靴下履いているからその辺も再現されてる。走ってるからこのつま先の曲がってる感じとか、足裏の方もかかとに滑り止めだったり縫い目がついてる。若干塗装的にもシャドウは吹かれてるかな。靴底はメイン部分より若干色が濃くなっている。金属の装飾なんかもついていたりも、靴まで抜かりなし。
曲げてる方の足もほんと全然見えないけど靴下ちゃんとありますからね。で台座に関しては曲げてる方の膝をクリアパーツで支えていて、土台部分に関してはツヤツヤのブラック。土台ちょっと個人的には黒じゃなくてなんか透明の方が良かったかな。黒って結構存在感あるからね。色が濃いめの靴とも若干馴染んじゃってるし、台座もクリアであってほしかったけど、まあなんか強度的な問題とかあったりするのかな。無色透明にしちゃうと脆いとか、なんかしら事情があるのかもしんない。というわけで以上、 A 賞の東方丈介でした。お次は B 賞、西村奥安。奥安もダッシュポーズになっていて、シチュエーションに関しては丈介と同じ。シゲチーを追いかけてる真っ最中。今回の丈介奥安に関しては、この二人で一個みたいな。二つ並べることでシーンが完成するっていうタイプなんで。とりあえず A、B 両方ゲットできてよかったわ。こちらも同じく台座は必須。絶対自立は無理なポーズをしてますね。さあ、そんなわけでお顔の方ですけど、いい表情してるわ、奥安も。奥安はジョジョキャラクターの中でも結構珍しいこの瞳が点。大体のキャラクター結構黒目がでっかいんだけど、奥安はほぼ点だからね。でもまつげは結構くっきりしてるね。で眉毛の方だいぶ細いな。あと顔には X 字のなんか謎の線が入っている。線の形で言ったらほぼデッドプール。これが何なのかはよくわからん。口はだいぶすぼめていて、ベロだったり歯も造形されてる。表情がだいぶいいね、奥安。髪型サイドのところはシルバーで後ろに持っていって、頭頂部は丈介と結構似たような形。少々期はここのてっぺんのハンバーグ部分もうちょっとでっかかったけど、丈介との差別感なのかだんだん平べったくなっていったね。こちらも髪の毛いい感じにシャドウが吹かれてる。後ろから見ると襟足の形が丈介と全く同じ。触角がぴょこっと生えてる謎の髪型。謎の襟足だよな。ボディ部分だけど、奥安もなかなか変わった形の学ランを着ている。パタンパタンってこうなんか2枚を重ねたのかなっていう形状。形も斜めになってるし、ほんとすごいデザイン。服の上からもうっすら筋肉造形が見えるね。ボタンの方は長方形でゴールド、金の延べ棒みたいで、胸の真ん中にゴールドのドルマーク、胸にも入ってるし、爪襟の方にも円マークとドルマーク。ひたすら金って感じがするね。制服の形状的にそうなるのか、爪襟はしっかり閉じてる。ダッシュポーズなんで腕を思いっきり振ってるんだけど、ちょっとまあ形は独特だよね。チョップのような形っていうより手のひらが若干こう内側に向いてるみたいな。親指まで指の間がぴったり止まっていて、だいぶ力が入ってるんだなっていうのがわかる。小指がちょっぴり浮いてるっていうのがいいね。立体的な刺繍っていう解釈なのかな。英語でビリオン、奥安の奥。こっちは英語で逆側の方は、漢字ですね。漢字ではこっちも立体で奥って書いてある。だいぶ金だよね。逆の腕の方は肘をもう綺麗に90度に曲げている。相変わらずこっちもシワ造形素晴らしいし、この手の形もやっぱり細かいね。力は入ってるんだけど人差し指がちょっと上がってるみたいな。絶妙なニュアンスの表現。腕には輪っこつけていて、やっぱりここら辺のゴールドとは違う。ぐるっと後ろ姿、奥安はこう結構のけぞってるよね。奥安は上体を反らして走ってる。 100m 走とかになると背筋がピーンってイメージだから、走り慣れてるのかもしんないね。で腰回り、インナーは濃いめの紫、ベルトはグリーンで金の装飾がついたものを2本巻いてる。下の方のベルトは若干浮いていて軟質になってるね。あんまりファッションのこと詳しくないけど、上太郎もやっていたから、こういうの昔流行ってる時代があったのかな。でズボンは奥安もやっぱり太めな感じでボンタン、かなりダボっとしていて膝がだいぶ曲がってるね。もう限界まで曲がってる。曲げに曲げてるから、ここのもものところが布引っ張られてピーンとなっている。対して膝周りの方には結構ダイナミックなシワ造形。社会の窓とか腰周りもいいね。横のところにはちゃんとポケットもついてる。曲げてる方は逆サイドから見てもいいな。後ろから見ればこのシワ造形素晴らしい。伸ばしてる方の足のこの揺らめく感じがまたいいな。で靴は緑色で、丈介みたいに特にあの装飾はついてないね。緑の革っぽい質感で、つま先がぐにゃっと曲がってる。奥安も紫の靴下履いてるわ。靴底に関してはまあ大体丈介と同じかな。かかとに滑り止めと縫い目。そして台座の方はなんか自立させるための最低限な大きさ。台座ってのはちょっと邪魔になることもあるからね、必要最低限に留めてくれてるのかなっていう感じがする。足を支える用のこの支柱は結構長いね。台座の色に関しては丈介と同じくブラックってことで、奥安も以上なんで、お待たせしました、丈介とツーショット。いいね、やっぱりもうお互いにダッシュしている。2つ並べるんだったら台座が合体できる形だったらいいなと思ったけど、まあそうなると置き方に関して結構なんかこうっていう風に決まっちゃうからね、かっちり合わせない方が自由度あっていいかもね。丈介を手前に持ってきて遠近感を出したり、横並びで並走させたり、背中合わせにして二手に分かれてもいいね。お互い走ってるから並べ方でも結構印象変わってくるもんだな。
続きまして C 賞広瀬光一くん。光一くんはサイズ小さめになってるんだけど、ポーズがだいぶ勇ましいね。拳を握って足を大きく開いて自立している。今回紹介する中で唯一固定パーツがいらない子。そしてお顔の方なんだけど、凛々しすぎる。覚悟決まりすぎてないか、この顔。インパクトが強すぎるし、かっこよすぎるって意味であんまり似てないんだよね。確かに光一くん一番最初に登場した時と比べるとだいぶビジュアル変わったけどね。ちょっとこのドラゴンボールのスーパーサイヤ人っぽい髪型ね。元になってるのは初めてエコーズを発動した時かな。顔似てはないんだけど、これはこれで好きだね。逆立ったシルバーヘアに前髪がちょろっと残っている。目線は右の方を向いていて、瞳はブルー。眉毛もなかなかキリッとしてるんだけど、鼻はこの形ね。漫画的な表現で、形で言ったらくの字ではなくてへの字みたいな。鼻面がちょっと上がっていて、鼻の穴がはっきり見えてるっていうタイプの鼻。キリッとした顔でもそこは健在で、横顔の方もまたなんか面白いんだよな。幼い顔で鼻の先が上を向いてる。で、逆立ってる髪の毛の方、なかなか造形かっこいいね。毛の束感とこの揺らめいてる感じがいいな。ヤンキーじゃないからか、襟足にアンテナはついてない。で、学ランの方は深緑色。爪襟だったりボタンも全部しっかり留めてる。装飾もなかなか少ないけど、胸筋が結構はっきりしてるね。この体格にしちゃなかなか胸筋が発達している。爪襟のところに四角があって、ボタンの形状なんかも結構普通。胸ポケットで、裾の両サイドにもポケット、結構ピッチリはしてるね。肩の盛り上がり方もやっぱりいかにもジョジョ。小さいながらメリハリのあるこのシワ造形、グリーンのシャドウなんかも結構いい感じ。手首には安定のゴールドの輪っこ。光一くんまでこれつけてるってなると、もう武道ヶ丘高校の指定のもんなんだろうね。で、ぐるっと後ろ姿、ちょっと胸を張ってるから背中が反ってる。背中も結構わかりやすく、谷のところにシャドウ。ギュッと握った拳にだいぶ力強さを感じる。ズボンもそんなダボっとしていない通常の肩っぽいかな。折り目のシャープなエッジとうねるような形がまたいいわ。靴の方は色おとなしめでベージュ。装飾もついていなくて、足のサイズもなかなか小さいね。色の濃淡がなんかオシャレな感じだわ。で、ひっくり返して足の裏。上助奥安と同じで、かかとに滑り止めとつま先のところに縫い目。光一くんは特にピンがついていないんで穴もない。せっかくなんで、上助奥安光一くん、仲良し3人組。やっぱり光一くんは圧倒的に小さいね。ただでさえがたいのいい2人だから差はでっかいね。おそらくちゃんとスケールを合わせてある。いや、でも今回のアソート光一くんが多めにならなかったのは結構予想外だったな。サイズが小さいとコストがかからないってイメージだから、その分たくさん作ってもらえるのかなって思ったけど、よりによってコストかかりそうな上助奥安さんとゲットできていない上太郎、この3人が2個アソートになっていたから、今回なかなか頑張ってくれたんかな。そして最後に E 賞岸辺露伴。最近動かなかったりして大活躍ですけど、これポーズどこのやつだろうな。元ネタがあるのか、そもそもないのか。かっこいい立ち方はしてるんだけど、あのシーンねってなんかスッと出てくるイメージがない。元がどこかわかんなくてもかっこいいからいっか。服装に関してはスタンダードの初期の頃。露伴4部の中だけでも結構衣装変わるからね。そんな中での初期衣装。ほんじゃまずはお顔の方だけど、イケメンだね。ストレートにルックスもなかなかイケメンだ。目線は左向いていて、若干なんか顎がシュッとしてる感じあるかな。唇もなかなかはっきりしてるね。瞳グリーンで、眉毛の方も太すぎず細すぎず。ペン先型の耳飾り。頭にはグリーンのヘアバンド。見る角度で言ったら目線に合わせてこのくらいかな。この髪の毛の一本ちょろっと独立してる感じがまたいいね。耳飾りもちょっと躍動していて、髪の毛は刈り上げていてうっすら横モールドが入ってる。ヘアバンドの上の髪の毛の方もなかなか躍動してるね。で、上半身は紫のシャツの上から薄いグリーンの、これジャケットかな、だいぶ丈の長いやつを羽織ってるね。ポーズもシュッて感じでかっこいいな。シャツの方はなんかノーマルな襟ではなくて、この真ん中のところで留めるやつ。標準的なワイシャツの形はしていない。グリーンの服も前を留めるタイプになっていて、上2つだけを留めてる。胸のところにはなんか四角い装飾。シュッとしてる腕の方、肘曲げてるからこのシワがいいね。いい感じにシワが寄っていて、手の形もかっこいいな。なんとも言えないおしゃれな開き方。袖には金のボタン。逆の手にはペンを持ってる。形状的にこれ G ペンかな。漫画描くペンってなんかこういうイメージだよねっていうような形。ペン軸もなかなかシンプルで、この持ってる手の形もいいね。絵描くときこういう手の形が地味に参考になるんだよな。シャツの方も2枚ともなかなか躍動してるね。ポーズを決めた瞬間を切り取ったみたい。で、ぐるっと後ろ姿。右肩がちょっと下がり気味のこの重心のかかり方。シワ造形で傾きだったりひねりも表現。いいね、この裾のひらっとしてる感じ。中心部分とか服のところにも細かいモールドが入ってる。さらに表面だけじゃなくて、裏地の方にも細かいシワ。とことんって感じで素晴らしいね。下半身に関してはシンプルグレーズボン。ももは揃えつつ、膝から下が前後している。布的にはだいぶゆとりがあって、後ろの方にシワが集中。
若干シャドウなんかも吹かれてるね。で、自立用の固定パーツがつきつつ、靴の方はグリーン、装飾少なめの明るい緑の靴を履いていて、靴底のところがネイビー。地に足ついたポーズではあるんだけど、付属品を使わないと自立はできない。足の裏の方はちょっと違うんだね。ジョースケたちと違ってかかとのところがあの四角い滑り止め、共通の横モールドじゃないっていう、この分け方細かいね。つま先付近は縫い目が入ってると。足の裏までこだわって作られてるわ。せっかくなんで光一くんとツーショット、二人とも目線が横っていうのがいいね。向かい合わせになってもいいし、背を向けた形にしてもなんとなくあの目線がこっちを向いてるという、この二人も並べておけるような工夫がされてると思う。はっはっは、おかげさまで11周年。はい、というわけで今回は一番くじジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドイズアンブレイカブルでゲットしました。全部ではないんだけど上位賞のフィギュア4つの紹介でした。マスターライズってことでサイズもでっかいし、まあおそらくスケールなんかも合わせてある。造形だったり塗装なんかも結構細かいね。同じ金でもちょっと色味が違ったり、シャドウを吹くことによって立体感を出したり、光一くんがなかなか特徴的だったけど、まあクオリティが高かったと思います。何より個人的には奥安と光一くんのこういう立体物が嬉しいね。ジョウスケはまあ主人公だからやっぱり立体怪物多いし、単独で動かないをやってるからってのもあるけど、ロハンもなかなか一番くじだったりプライズだったり、立体物化に恵まれている2人に対してのこのあんまり出てこない2人だから、2人とも好きなキャラだからこういうの嬉しいよ。この調子でザ・ハンドとかも出ないかなと思ったけど、まあ、3部ですらあのスタンドのみの一番くじ結局やってないからね。今のところ6部の方でやったから、まあ後々の可能性はあるのかもしんないけど、当面は今度10月に展開される5部一番くじね。ラインナップどうなるかな。まあこの流れだとしたら、まあメインメンバー5チームのジョルノ、ブチャラティ、アバッキオ、フーゴにミスタにナランチャ、6人のフィギュアがラインナップされるかな。ラストワン賞でディアボロかトリッシュみたいな、まあおそらくそういうラインナップになるんじゃないかなと思うけど、公式ホームページの方もあの企画進行中ってことで情報解禁いろいろ楽しみにしておきましょう。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。